はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水の主です。今回は BD の長さを求めていきます。それではやっていきましょう。はじめ6と6の長さってことは、円周角の定理より BDA と BDC は長さがこれが一緒ってことは、この長さも一緒ですってことで、長さが一緒とできます。その次に、この三角形と同じ対称のやつを、まあ、対称軸として書くと、ここは4センチということわかり、そしてここも、はい、6センチになります。まあ、6センチは6になりますね。で、10-4するとなんと6ということがわかります。ということは、はい、この BC のここの三角形ですねが、正三角形だということがわかるので、60度ということわかり、垂直に下ろすと、はい、30度、90度だということがわかります。ということは、ここの三角形で、はい、まあ、三角定規ということがわかるので、2対1対ルート3ということがわかり、はい、この半分なる3ということがわかり、そして3ルート3センチ、3ルート3ということがわかります。そしたら、10から3引けば、ここからここまでの長さが7だということがわかり、そしたら BD の長さが求まったという形です。この三角形で三辺を定理すればいいので、3ルート3と7で求めたらいいという形ですね。そしたら BD は、3ルート3の2乗足す7の2乗という形なので、はい、27足す49。ってことは、ルート76です。で、ルート76を素因数分解すると、2と38と2と19なので、答えは2ルート19が正解となるという形でした。